帝京大学学友会体育局ラグビー部は関東大学ラグビー対抗戦グループに所属する帝京大学のラグビー部である部のエンブレムは黄金の和紙帝京大学の強化指定クラブである全国大学ラグビーフットボール選手権大会では9度の大学日本一を記録している2017年度 FWBK どもに強くバランスの取れたチームでありチームスローガンは エンジョイチームワークである。関東大学対抗戦の公式戦1970年に創部され、1978年に関東大学ラグビー対抗戦グループに正式に加盟する。1983年度に水上茂監督の元選手、スタッフ一丸となった地道なトレーニングにより、関東大学対抗戦で、早稲田大学に初勝利を収めた。また、 大学選手権出場過程で、関東大学ラグビーリーグ戦優勝校である、法政大学に関東交流戦で勝利し、大学選手権初出場を果たした。この快進撃により、帝京大学ラグビー部は、ファーストジャージの色から赤い旋風と呼ばれるようになった。1984年度も交流戦で、法政大学を破り大学選手権に出場したが、1回戦で、 関西のオスである同志社大学と対戦し敗れた。この頃の提供は BK による展開ラグビーを主体としたチームであった。1996年に岩出正幸玄監督が就任し、FW を強化、FWBK どもに強いバランスの取れたチームに進化する。同年度の大学選手権1回戦で、龍谷大学を破り大学選手権初勝利を挙げた。 2002年度の大学選手権では1回戦で同志社、大学、2回戦で慶応義塾大学を破り初の準決勝進出を果たす。2007年度の大学選手権では5年ぶりに準決勝に進出した。準決勝では、早稲田大学と対戦し5から12の僅差で破れるも2度目の大学選手権ベスト4を記録した。2008年度には早稲田大学、 明治大学等に勝利して6勝1分の成績で、悲願の関東大学対抗戦初優勝を果たした。2009年度は関東大学対抗戦を4位で通過するも、国立競技場で行われた大学選手権決勝では、東海大学に十4の13で勝利し、創部以来40年目にして、大学日本一を達成した。翌2010年度も大学選手権決勝で、 早稲田大学を破りに連覇を果たした。2011年度は関東大学対抗戦で初めて全勝優勝を達成した。対抗戦グループでは、早稲田大学、明治大学、慶応義塾大学以外の大学の全勝優勝は1969年度の日本大育大学以来の快挙であった。同年度の大学選手権は決勝で、 天理大学を破り同志社大学以来史上2校目の3連覇を達成した。2012年度には大学選手権決勝で筑波大学に39-22で解消、史上初の大学選手権4連覇を達成した。2012年度は関東大学春季大会グループ A、関東大学ジュニア選手権、関東大学対抗戦、大学選手権のべてで優勝を果たし四冠に、 輝いた。2013年度、大学選手権決勝で、早稲田大学を破り、大学選手権の連覇を達成した。2013年度に続き、関東大学春季大会グループ A、関東大学ジュニア選手権、関東大学対抗戦、大学選手権のすべてで優勝を果たし2年連続で4冠を達成した。2014年度の大学選手権決勝では、 筑波大学に50の7で完勝。大学選手権の連覇記録を6に伸ばした。決勝戦での50得点、43点差はいずれも歴代最多記録となった。昨年度に続き、関東大学春季大会グループ A、関東大学ジュニア選手権、関東大学対抗戦、大学選手権のすべてで優勝を果たし3年連続で4位間を達成した。 日本選手権1回戦では NEC グリーンロケッツに31から25で勝利しトップリーグのチームから初勝利を挙げた。また日本選手権で大学勢がトップリーグのチームから勝利するのは2005年度に早稲田大学がトヨタ自動車ベルブリッツに勝って以来旧大会ぶりの快挙であった。試合前に高架成勝をする。 帝京大学の選手たち二郎を基調した、セカンドジャージで戦う、帝京大学の選手たちたち関東大学、対抗戦の公式戦帝京大学の、サポーター帝京大学ラグビー部派多年はすべて、年度。2013年度、対抗戦で4度目の優勝を果たす、年はすべて年度。市筑波大学、明治大学と、同率1位に明治大学と、 同率 1>, 1位3は世田大学と同率1位関東大学対抗戦での通算成績219勝108敗2分2020年度終了時関東大学対抗戦加盟後のチームの成績は以下の通り優勝2位1筑波大学明治大学と同率1位2明治大学と同率1位3は世田大学と同率1位4筑波大学と 同率3位を筑波大学と同率4位、大学選手権で初めて、早稲田大学を破る。この日より、大学選手権での連勝記録が始まる。大学選手権3連覇達成大学選手権4連覇を達成し、ファンに挨拶をする、帝京大学の選手たち大学選手権5連覇を達成し、早稲田大学と検討を称え合う、帝京大学の選手たち大学選手権7連覇を、 達成。大学選手権9連覇を達成。出場、27回通算成績、55勝19敗1分2020年度、終了時、優勝準優勝ベスト4出場、11回通算成績、6勝10敗1分、ノーサイド後観客席のファンに挨拶をする、提供15提供大学、モグサグラウンド、ありがとうございます。